お疲れちゃんです。ラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はね、この20勝チャレンジクリアしましたと、いうわけで、まあそのね、デッキ紹介とかいろいろね、こうできたらいいかなと思います。というわけで、ラバルで20勝しました。なんか、チャレンジ前に僕、ババコヤ系のね、デッキをすぐお勧めしたんですけど、もうババコヤしかいなかったですね。マジで。だからババコヤ2回に1回か3回に1回くらいババコヤで、こう、ラバル、は、その、ババコヤにほぼ角くらいで勝てるんですよ。ほぼですね。いや、一回負けちゃったんですよね。なんですけど、あ、でもババコヤじゃねえか。あ、そう、ババコヤに一回負けてないですね。ババコヤにやってれば、もう勝ち角のね、デッキと。いうわけで、今日ね、このラバルを、まあ、紹介していくんですけど、まあ、まだだから、こう、20勝チャレンジクリアしてない人は、ぜひね、挑戦してほしいんですけど、しかも、一回クリアすると、もう潜れないんですよ、これ。なので、こう、上手い人たちが、結構こう、クリアしていったら、もうまあ言ったらクリアしやすくはね、だんだんなっていくので、最後までね、諦めずにやってほしい。そして、まあ無課金でね、もうあとチャレンジ残り数回しかないよっていう方は、ちょっとね、残り1日とかまで待つっていうのもありかなと、思います。というわけで、リップ見ていこうかなと思うんですけど、この上2個はなんか違いますね。こっからですね、これ20勝目がかかってるところですね、1枚が。で、ほら、ババコヤ、ババコヤ。で、まあちょっと違うんですけど、またババコヤ。で、ゴレクロですね。これ負けた。なんか勝てそうだったんですけど、なんか上手かったんですね、マジで。負けましたね。で、まあ、ババコヤじゃなくても、まあ、ボムタワーのスケラーとか、ボムタワーもいるんですね。まあ、空なんで、ボムタワーもババコヤも全部美味しいんですよ、これ。この辺。すごいですね。なんかもう、当たった瞬間、カチカク、カチカク、カチカク、みたいな感じの、試合がね、今回多くて、なんか結構楽にね、勝ってましたね。これは一回勝ってますね、ゴレクロに。で、なので、こう、僕はね、非常にこのラバルをおすすめしたいなと思います。ボムタワーの、スキュラに、これも多分相性いいんですけど、なんか、めっちゃ綺麗に防衛されちゃいましたね。というわけで、ゴレクロとボムタワースキュラに、まあ、負けたよ、というわけで、でも、マジで、20勝目なんですけど、マジ見てもらえればわかるんですけど、すごいね、簡単に勝てちゃうんですよ。なんか、そんなあっさり勝てるのみたいな。まあ、そんな感じで、初手にラバーあったら、初手ラバーするのかって言われると、まあ、僕は、まあ、状況ですね。状況というか、初手にラバーとバルーンですね。ラバルがあったら、初手ラバーをやっていた印象があります。なんか、ラバー出して、逆サイ攻めれても、まあなんかで守るか、まあ無視して、まあなんかで守るですね。はい。で、遅れてバルーン。なんか、バルーンがないと結局攻めきれないのが多いので、初手にラバーだけだと、初手ラバーはね、今回みたいにイントロから入って防衛とか、まあ、から入ってます。基本的にはね。まあ、こんだけで本当は折れて終わるんですけど、この試合。あともう耐えるだけなんで、くっそーしょうもないかもしれないんですけど、いや、マジで、それだけでね、勝てますね。で、こう、スケラとかには、ババとかスケドラで守って、みたいなね。ほんで、なんか、スケラですね。基本的には、スケラに当たると、もう勝ち角ぐらい、相性がね、いいデッキと、なっているので、しかもまだまだスケラ多いんでね、ぜひ使っていただきたいですね、というので、本当こんなんですよ。20勝目でこれ、みたいな感じですね。で、エリコレもね、見とくんですけど、だから、あ、これですね。初手にラバルが揃ってると、初手ラバします。それ以外は、基本ディガーかな。基本ディガーか、ザップとかでカード回しして、っていう風な、戦い方を、まあ、僕はねやってます。まあ、正解がどうとかわかんないですけど、一応それで勝ててはいるので、それでいいんじゃないかなと思います。本当にこれですね、逆戦守れなかったですけど、言ったら相手も守れないので、で、こうラバルっていうか、まあライドラか、こうライドラ絶対きつくないってこう、まあ、言われるというか思われるんですけど、いやきついですね。きついんですけど、相手の対空の量にもよって、今回みたいなこのエリゴレのライドラとベビーっていう対空が2枚だけだと、こう、ラバルを組むと、こう、ライドラ、ベビーでね、いい感じに守られるかもしれないんですけど、攻め方を変えて、ラバルじゃなくて、ラバプラスユニットで形を組むんですよ。そしたら、例えばラバインドラを組むと、とかまあラバスケドラを組んでも、なんか相手はこう、ライドラとかで防衛してくるじゃないですか。でもそしたら、相手の手札に今対空はベビドラしかいないんですよね。なので、ラバーインドを組んで、こう、ライドラを出させたら、逆サイにバルーンディガーをするんですよ。そしたら、バルーン止まんないじゃないですか。じゃ逆にバルーン用に対空取ってたら、そのラバー自体が解けないし、みたいな
感じで、結構、まあ、ラバルデッキなのに、形を作るデッキなのに、こう左右に振るっていう戦い方も結構大事かなと思いますので、こういう相手だとですね、相手が対空少ない相手、まあ、ラバルディガーをがっちり組んでもいい、まあ、なんならライドラとベビーだけなので、ラバルディガー組めば、正直通るんじゃないと思うんですけど、まあ、ライドラとベビーの範囲で、ワンチャン持っていかれるので、なんかね、そうですね、ラバープラスユニットで逆サイバルーン、ディガーとかで組むと、なんかどっちも止まんねえみたいな感じで、一気に2個ポキポキって折れることも、まあ何度かね、ありますよというわけで、形を組むだけじゃないっていうのはね、まあ大事にしてもらいたいですね。なので、まあ、ラバ展開して、相手が、なんかするじゃないですか。逆サイを攻めるのか、それとも同サイを合わせてくるのか、まあ、それによって、こう、じゃあバルーンつけようか。相手が防衛なんかユニットしてきたら、まあユニット足すでもいいですし、まあそこはまあ状況なんですけど、本当に。なんかそれ次第。とか、まあラバ出して様子見れるかなというのがありますね。で、ここは多分端前ラバ行きますね。はい。相手がなんかね、対空でこのインドを処理してくる読みですね。で、これですね。なんかラバ出して、相手が対空とかいろいろ裂いてくれると、僕がその後にバルーンの同サイドが適当にポイって飛ばすんですね。そしたら今みたいに簡単に倒れて、で、こう、もうババガとかね、本当に相性ゲーミングで、なんかもうラバル組めば基本的にダメージ入って永遠にね、ペース握れますよという風な感じで、相手のマスケとか、まあウィザードとかそういうのが来たら、まあなんかディガープラスの矢ダメか。ディガープラスのザップでもいいですし、そういった感じでね、処理していくのがいいかなと思います。いや、マジでね、絶対的に無理なのは何だろうね。絶対的に勝てないって言われるとちょっとむずいですね、逆に。今回クロス、テスラにも、アーチャー型にもアイスイズ型にも勝ててて、スケラーはほぼ近くで、で、バルーンは、バルーンか、ハンターの高回転バルーンは、まあ、5分ぐらいかな。うん、今回僕は結構勝ったんですけど、まあ5分ぐらい。バルーンぐらいかな。でもバルーンにも言うて、なんだろう、何に絶対的に負ける、ほんと絶対的に負けるのはあんま存在しないぐらいね。強いですね。だからインドとババで、大型カッコスケラに対応できて、スケドラで小物系、ヤナメザップで小物系っていう。なんかそれによってすごいね、万能。大型なのに意外と強えなみたいな感じのまで一気になってますという感じですかね。で、ここはスケドラで押してあげて、ロケットを使ったので押してみたいな。なんか治安テスラにはロケットなので、ラバル組んだらロケット打たれるだけなんですけど、これもまた一緒で、なんかラバデッキってラバルを組むパターンと、ラバスケドラ、スケドラかラバインドを組むパターンがあるんですよね。相手がロケットとか範囲攻撃をめっちゃある場合にはラバルを組むんじゃなくて、てかまあラバユニット、こういう相手ですね。ロケットか、まあ遅延系にはラババルーンじゃなくて、ラババル組んでも施設プラストレンで近畿動されたりするだけなので、ラバインドとかラバスケドラを作ると、なかなかね、相手は止まんないっていうのが、ありますね。それに対して結構過剰に防衛したらバルーン逆サイドだったり、まあ、そういう風な感じかなと思います。あとマジで同じような試合ばっかなんですけど、まあ、バルーンですね。ハンターって、あ、じゃない、デリバリーか。ハンターデリバリーバルーンは、まあ、そんないるわけではないんですけど、まあ、当たったのでね、軽くいいかなと思います。で、これディガーだったので、初手ラバでよかったですね。ミスりましたね、僕。初手ディガー来たら、まあ初手ラバで3アドで良かったんですけど、まあ守っちゃったんですけど、まあ、そういうパターンもね、あるかなと思います。で、ここはバルーンすごいつけたいんですけど、よく考えた時にデリバリーで一掃されるだけなので、こういうところでね、攻めずに、落ち着いてね、はい、ラバーを展開してから、が、まあ言ったら戦いですね、というところで、さあ、この後ろにはとりあえずバルーン作るでしょ。で、あのハンターを、まあ、ディガープラス何かでね、処理したいなと思いつつ、それラメムチ、それザップムチ。まあ、これでね、ハンターは折れるので、そうなんですよ。いや、みたいな。そんなんで勝てるのみたいな感じですけども、そうなんですよね、このデッキ。だから、他のデッキでもちょっといろいろね、
あのアカウントね、いろいろ変えつつチャレンジやりたいなと思ってますね。ラバル組んでハンターにリガー飛ばして、ザップ系でね、あの処理して、あとはもうね、追いババです。追いババ、この追いババめっちゃ強いんですよ。追いスケルトン部隊と同じような感覚なんですけど、まあそういうわけでね、最後これバルーンミスっちゃってるんですけど、危ねえ危ねえという感じで、まあ勝ちましたよという感じですね。メガナイトオールブレイカーとかも当たってますけど、一応見てみますか。これはね、なんか前半意外と押されがちになるんですけど、最終的に相手がマスケとコウモリしかなくて、僕のラバ、インド、スケドラ、バルーンを溶かしきれなくて、気づけばユニットが残って勝てるっていう風な印象ですね。相手のコウモリとマスケを徹底的に永遠に倒していけば、なぜか相手はもう対空を処理できなくなっちゃうんですよね。なぜかってほしいか、そう。で、これもマスケサイトなんでバルーン飛ばして、みたいなね。てか暇だったな。手札が暇してて、バルーン飛ばすしかなくて、バルーン飛ばして、みたいなところですね。さあ、というわけで、まあ、慣れればね、簡単ですね。なので一回ちょっと、ピピッと練習してみるのもありかもしれないですね。で、相手のメガナイトにはラバ出して、いやなんかね、ほんと対空が溶けきれないんですね。コンブリンザップって、マスケをディガーやな目とかで処理したら、相手は、これ僕のね、これ、これこれこれ。もうバルーン使ってないんですよ。バルーン使ってなくて、もうただこれ、対空がいなくなっちゃうんですよね。処理できない。そう、こうなるんですよね、メガナイト系には。だから大抵そうなりますね。ラブル系使ってると。本当に。で、もう真ん中バルーンザップとかで、タオとして、まあ僕が負けるパターンとしては、キングおられるパターンなので、こうしっかりね、防衛していきます。で、相手の今みたいにマスケから僕が今かかったんですけど、空潰してしまえば、僕のインドもスケドラも永遠にね、こう空無双できるので、さあ、というわけで、こう、キングをね、折ることも結構ありますね。形を組んじゃえば。形をがっつり組むパターンと、逆サイドにね、攻めるパターンの、まあ、2パターンをちょっと覚えていてもらえたらいいかなと思いますね。いや、こういう、ボムタワー系とかには形組んでもいいですし、逆に、ラバ出して、相手がボムタワーとマジアチャとか使ってきて、ボムタワーめっちゃラバ側に、寄せてきたりしたら逆サイにバルーン単体に飛ばしてもうコウモリにザップ打つだけとか、まあ、結構シンプルですね。ラバ出してから考えればいいよっていう風な話です。まあなのでね、ちょっとねこのラファル本当に環境です。まあこれのメタがめっちゃ降るとかわかんないですけども、まあぜひね使っていただきたい迫撃ですね。18ぐらいでちょっと上手い方だと思いますねというところなんですけども、意外とね迫撃もねちょっと厄介ですね。なんか小物が多くて矢の雨ザップがやっぱ回んないので、全部に打つとマジ矢の雨ウッドザップ雪玉ぐらいないと足りないんですけど、なのでたまに槍ゴブリンを無視したりだとか、なんかそういうことをしていかないと追いつけなくなっていきますねという風な感じで、こっからラバ展開でスタートするかな、僕は。さあ、とりあえずラバですね。とりあえずラバ。一旦落ち着いたので、まあ、ラバ展開して。で、ここを、まあ、無視せずに、しっかり守っていきます。で、バルーン飛ばすのかな。ああ、コウモリを見つけたら押して、いや、うまいやん、それは。で、しかも、ガールにね、ディガを飛ばし、いや、ちょっと今のうまいですね。で、この時の僕はめちゃくちゃうまいですね。今のババ、だってババアコウモリだけで防衛されてたらめっちゃ辛いですもんね。さあ、で、迫撃をしっかり抑えつつ、で、ここはね、多分守んのかな？守りますね。なんならしててもよかったですけど、まあ、守ってもいいかなぐらいですね、今のは。でも、ラバル組んで、言っちゃえばあとディガー、やればね、今のバルーン、もし連れてたとしても止まんなかったと思いますね。さあ、で、あとは、おいで、嫌な目で守りつつなんですけど、相手の防衛もうまくて結構耐えるんですよね。で、僕もちょっと危ない危ない。危ない危ないと。結構怖いですよね。結構怖い。で、嫌な目打っても吐き気で釣られて、結構怖い。なんだろ？なんならやばい。さあ、51。危ねえ。結構負けそうになるんですよ。今ので意外と押されるので、結構ギリギリね、なっちゃうかもしれないんですけど、しかもラバル、ディガーでね、槍ゴブとか。ディガーでやりゴブとかを飛ばせるといいですね。そしたら、ヤナアメザップの枠を一枠ね、浮かせられるので。という風な感じですかね。まあ、そんなもんですよ。皆さん、ぜひね、このラバルチンパン、使ってみてください。非常にね、おすすめです。と
いうところで、今日はこんな感じで終わりにしたいと思います。よければチャンネル登録、高評価、コメントなどもよろしくお願いします。ではお疲れちゃんでした。またね。